それではただいまより令和5年度第3回市長記者会見を行います。本日の案件は青森市公民連携デスクの開設について他となっております。それでは案件につきまして西市長よりご説明いたします。よろしくお願いいたします。はい、皆様本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。本日は青森市議会定例会の閉会日でございますので、案件に入ります前に議会を終えての所感を申し述べたいと存じます。今議会におきましては開会日に選議としてご提案しご同意いただきました副市長の人事案のほか、青森市仕事創造会議推進事業に係る予算案や条例案などにつきまして議員の皆様に慎重にご審議いただき、すべての議案についてご承認いただきましたことにまずもって感謝を申し上げるところでございます。重点政策の一つに位置づけております青森市仕事創造会議につきましては、早速来月1日付で人事異動を行いまして、経済部経済政策課内に総勢5名の仕事創造チームを設置し、スピード感を持って取り組んでまいります。私にとりましては初めての市議会でございましたが、議員の皆様からの市政各班にわたるさまざまな課題に関するご質問に対し、できるだけ丁寧なご説明をし、ご同意をいただけるよう真摯に対応してまいりました。本議会や常任委員会等を通していただきました議員の皆様からのご指摘を大切にしながら、さまざまな施策の推進を図ってまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。それでは本日の案件を順次述べてまいりたいと存じます。まずはじめに本日付で開設いたします青森市公民連携デスクについて概要をご説明いたします。こちらのモニターの方にも表示しながら、ご説明をしてまいりたいと思います。本事業は昨年度の職員提案制度で採用されたものではありまして、今年度新たに企画部内に連携推進課を設置し開設準備を進めてまいりましたが、本日7月25日付で開設いたしましたのでお知らせいたします。なお連携協定等による連携事業の実施のほか、青森市をフィールドとした民間事業者等の実証実験をサポートする総合的な公民連携窓口は県内初の設置となります。公民連携は行政の信用力、影響力、民間事業者等のアイデアやノウハウ、スピード感などそれぞれの強みやリソースを結集させ連携事業を実施するものです。公民が連携して事業を実施することで、青森市には市民サービスの向上や行政地域課題の解決など、民間事業者等には知名度や信用力の向上、新たなビジネス機会の創出などが期待できるものでございます。公民連携を推進する背景といたしましては、近年人口減少やデジタル化など社会情勢が目まぐるしく変化していく中で、行政ニーズはますます複雑化多様化してきており、本市においてもさまざまな課題に直面しております。これらの複雑化多様化する行政ニーズに対応するためには行政単体で対応するのではなく、民間事業者等と連携することで効果的な行政課題や地域課題の解決を進めてまいります。本市の事業の全体像といたしましては、企画部連携推進課内に公民連携に関する一元的な総合窓口公民連携デスクを設置し、連携事業の調整や伴走を行います。また民間提案制度を導入し、本市の課題解決につながるアイデア等について自由な発想で提案いただく自由提案型、また本市が課題をお示しし効果的な解決策を提案いただく課題提案型を設けまして、積極的に民間事業者等から連携事業の提案を受けるとともに、
連携事業の実施や実証実験のサポートに取り組んでまいります。さらに公民連携に関するポータルサイトを設置いたしまして、積極的に公民連携に関する情報を発信するほか、ポータルサイトを経由して24時間365日民間事業者等からの提案を受け付けいたします。公民連携デスクの役割といたしましては、民間事業者等の提案を一元的に受け付け、提案者と対話を重ね、庁内関係 各所と連携事業や実証実験の実施について調整を行うこととしております。これまで本市では民間事業者からの提案につきましては担当課が個別に対応しておりましたが、複数部署が関係する場合に調整が難航するなどの課題があり、民間事業者等にとってはどこの部署に相談すればいいのかわからないといった課題がございました。公民連携デスクの設置に伴いまして、組織的に公民連携を推進することで事業効率や利便性の向上を図ってまいります。最後に市の課題に対する提案例を示しております。市の施策の推進やコスト削減合理化につながる実証実験や民間の活動を市と連携して拡充することで市民の満足度を高める事業など積極的に提案を受け付けます。私は市民力プラス民間力をスローガンに掲げておりますが、本事業はまさに民間力を生かす取り組みとなっていると思います。このようなご提案をいただくことによって、民間事業者との連携による市民サービスの向上、地域経済の活性化等にもつなげてまいりたいと考えておりますので、公民連携の取り組みについて周知にご協力くださいますようお願い申し上げます。公民連携デスクの解説につきましては以上でございます。はい、次に令和5年度青森市平和記念式典についてご説明いたします。お手元の配布資料をご覧ください。本市では青森空襲のあった7月28日を青森市平和の日とする青森市平和の日条例に基づき、市民の平和意識の高揚を図るとともに、先の大戦において亡くなられた方々に対して追悼の誠を捧げ平和を記念することを目的に、青森市平和記念式典を毎年開催しております。本年は7月28日金曜日10時からアウガ5階 AV 多機能ホールで開催いたします。また青森市平和防災学習事業において、岩手県釜石市へ派遣される本市中学生10名が平和学習の一環として折り鶴を献上する予定になっております。令和2年度から令和4年度までは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、戦没者の遺族関係者で執り行っておりましたが、今年度は4年ぶりに一般の市民の皆様も参加できることとし、さらに青森市立南中学校合唱部の生徒による追悼合唱を再開し、幅広い世代の多くの皆様にご参加していただくことといたしております。平和記念式典につきましては以上でございます。次にいよいよ開催が目前に迫ってきております青森ねぶた祭りに関連した情報を3つお届けしたいと存じます。こちらのモニターに今年のねぶた祭りのポスターデザインを映しておりますが、まずは青森ねぶた祭りの開催についてご説明いたします。お手元の配布資料をご覧ください。7月30日日曜日の第73回浅虫温泉花火大会を皮切りに、青森ねぶた祭り前夜祭、そして青森ねぶた祭り、さらにフィナーレを飾る8月7日月曜日の青森ねぶた会場運行、第69回青森花火大会と青森の夏を彩る祭りが繰り広げられることになります。7月30日は第73回浅虫温泉花火大会が行われ、
浅虫の夜空に約4000発の花火が上がり、青森の夏を大いに盛り上げます。続いて8月1日の青森ねぶた祭前夜祭は、青い海公園に設置された特設ステージにおきまして、ステージイベントのほか、林コンテストをメインにミスねぶたの紹介や、ねぶた師による大型ねぶたの紹介のみならず、青森にゆかりのある日本を代表するアーティストであるクレバさんのライブパフォーマンスも決定し、青森市オリジナルダンス楽曲ラッセーラを披露していただけることと伺っております。そして8月2日からは青森ねぶた祭りが始まります。コロナ禍前は22台の大型ねぶたが出陣しておりましたが、今年はプロクレアねぶた実行プロジェクト様の1団体が増え、23台の大型ねぶたが出陣することになります。また昨年デビューいたしました吉町祐希さんに続きまして、今年は3名の新人ねぶた師、野村隆さん、福士博明さん、塚本理香さんが晴れてデビューすることとなります。祭り運行に際しまして、昨年と同様に吹き流し方式となりますが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことから、跳人の受け入れ方法については、新町柳町交差点海手を跳人集合場所とし、事前登録制や人数の上限設定は行わない自由参加となります。青森ねぶた祭りの最終日となる8月7日月曜日の夜は、青森ねぶたの会場運行に加え、第69回青森花火大会が青い海公園で行われ、約1万発の花火と4台のねぶたによる会場運行の共演で、青森ねぶた祭りのフィナーレを飾ります。今年の青森ねぶた祭りは従来の祭り運営に戻るため、祭り期間中は国内外から多くの観光客が本市を訪れることが予想されております。青森の暑い夏を存分に楽しんでいただいて、また本市を訪れていただけるよう、関係団体と協力しながら職員一丸となっておもてなしに努めてまいります。次に青森ねぶたマルシェの開催についてご説明いたします。こちらのモニターと同様のチラシをお手元にも配布しておりますのでご覧ください。ねぶた祭り開催期間中の8月2日水曜日から8月6日日曜日までの5日間、青森ねぶた祭りのメイン通りとなるここ青森市役所本庁舎の屋外ピロティおよび北の広場において、昨年度に続きまして青森ねぶたマルシェが開催されます。このイベントは青森市の雄大な自然と優れた生産者の手で大切に育まれた青森産品の魅力を県内外から訪れる観光客の皆様へ広く PR するイベントとして、物販ブースでは10店舗が出展し、市内農水産品である果実やホタテ、野菜などを使用した料理や加工品、また本市に関連したクラフトの販売など魅力あふれる商品が販売されることとなっております。また今年度はステージイベントとして、地元大学生による、三味線やねぶた囃子の演奏、よさこい演舞が披露される予定となっており、盛りだくさんの内容となっております。この機会にぜひ一度青森産品にこだわった料理や加工品、一次産品を知って食べて買っていただき、青森ねぶた祭りを盛り上げていきたいと考えておりますので、ご注目いただいて、ぜひ取材報道いただきますようお願い申し上げます。次に青森ねぶた祭り×クリーマアップサイクルプロジェクトの実施についてご説明いたします。こちらもモニターと同様のチラシをお手元に配布しておりますのでご覧ください。日本最大のハンドメイドマーケットプレイスを運営する株式会社クリーマと青森ねぶた祭りがタイアップしてアップサイクルプロジェクトを実施しております。この事業はねぶた祭り終了後に廃棄されるねぶたの和紙を活用して、
新しいクラフト作品などにアップサイクルするアイデアを約25万人のクリーマ登録クリエイターから募集、新たな作品を制作していただき、廃棄されるねぶたの和紙に新たな価値を創造するものでございます。アップサイクル作品を制作するクリエイターをクリーマ特設サイトで今月6日から7月30日まで募集しております。すでに予想を上回る申し込みがあると伺っておりまして、大変嬉しく思っているところでございます。8月中旬にクリエイターを決定し作品を制作していただき、9月下旬頃にはアップサイクル作品が完成する予定となっております。完成した作品はオンライン販売をするほか、来年東京ビッグサイトで開催されるハンドメイドインジャパンフェスや青森ねぶた祭りなどでのお披露目を予定しております。お披露目の際には取材報道をよろしくお願いいたします。本取り組みを通して本市が誇る青森ねぶた祭りがサステナブルに未来へと受け継がれていくことを目指してまいります。青森ねぶた祭り開催等については以上でございます。はい、最後に第2回青森ユースサッカーフェスティバルの開催についてご説明いたします。こちらもモニターと同様のチラシをお手元に配布しておりますのでご覧いただきたいと存じます。青森ユースサッカーフェスティバルは青森山田中学校及び青森山田高等学校と本市など関係団体等が連携し、浅虫地区をはじめとする本市の活性化への貢献を目的に開催される大会で、今回で2回目となるものでございます。中学生世代のアンダー15大会が本日25日火曜日から28日金曜日、高校生世代のアンダー18大会が8月17日木曜日から20日日曜日のそれぞれ4日間開催され、アンダー15が16チーム、アンダー18が20チームの計36チームが全国から本市に集結し、大新建設スポーツ広場や各広グループアスレチックスタジアムなどを会場に熱戦が繰り広げられます。本市では関係団体と連携を図りながら競技会場や宿泊施設の確保、おもてなしなどの準備を進めており、宿泊の中心となる浅虫地区におきましてはユース浅虫駐車場を会場に、浅虫ねぶた祭り実行委員会の皆様にご協力をいただきながらねぶた林演奏や羽と体験などおもてなしイベントを予定をしております。また市内の小中学生にハイレベルな試合を間近で観戦できる機会として、各広グループアスレチックスタジアムで開催される各世代決勝戦の特別観覧席をメインスタンド正面に200席準備いたしました。すでに先着順で募集を開始しておりますが、決勝戦も含めて全ての試合は無料で観戦できますので、ぜひ会場に足を運んでいただいて選手の皆さんに熱い声援を送っていただきたいと思います。青森ユースサッカーフェスティバルについては以上でございます。はい、それでは案件に関しましてのご質問をお受けいたします。ご発言にあたりましては社名とお名前をお願いいたします。案件以外のご質問に関しましては後ほどお願いいたします。それではご質問がございましたらお願いいたします。はい、公民連携です。区についてですけども、こちらは例えば再開発とかそういう大きなプロジェクトではなくて、このいわゆる官、市と、民間が連携してできるものというイメージでよろしいんでしょうか。はい、そちらが主になると思います。市がですね、市の課題をこう提案する場合と民間から提案している場合とあるとおっしゃってましたけれども、市側ではこう何かこう課題があれば
こう課題解決策が民間の力を借りてできないかというのでこう示すものになるんですか。そうですね、あの今行政としてどういう課題があるかというのをこちらからお示しをして、あそれだったらこういうので解決できますよという提案を求めるというのがまず一つです。それから逆にこちらが気がつかないけども実はこうすることによってあの合理化できるんですよって話があればそれは事業者側から提案をしてもらうというそんな感じでイメージをしております。実際こう、まあ、市から示せばですね、まあ、募集みたいな手を挙げるところあると思うんですけど実際民間の方からですねこういうふうにすればどうかっていうのはあるものなんでしょうかね。あのまあどちらが多いかといえば課題を提示してそれに答えてもらうというのが多いとは思うんですが他の例えば自治体さんでそういう実績があるとかそういうことを持って提案してくる方を期待している部分もございます。これは特にこう窓口にこう何人置くとかそういうのではなくて課内に窓口を設置するっていう感じなんですかね。デスクを設置か。はい、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他に案件に関してご質問はございませんか。読売新聞の平本です。はい、あの公民連携デスクの関係なんですけれども例えばこれなんかどれぐらい活用なんか目標みたいなもの年度内に例えば何件ぐらい、まあ、相談なのか提案なのか、うん、来てもらうことを想定しているとかなんかそういう数値的なものはありますでしょうか。現時点ではそこまで具体的に数値化はしておりません。はい、例えばその市長個人でも構わないんですけど これぐらいは年度内に相談来るんや、まあ、提案が来るんじゃないかとか、まあ、これぐ、うん、まあ例えば来年度とか、まあ、2年後でも何でもいいんですけど4年後でもいいんですけどもなんかにはこれぐらいの件数にしたいとか何か目標的なものがあれば教えてください。現時点ではそこはあのお答えできるものはなくてですねただあのやはり試行錯誤だと思っていますので、来なきゃ来ないでじゃあどうやったら提案してもらえるかというのはまた考えていきたいと思っています。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、他に案件に関しましてご質問はございませんでしょうか。河北新報の関根と申します。公民連携デスクのことで引き続きなんですけども、西市長として現時点で、まあ、こういった分野について公民連携の手法を使って課題解決につなげていきたいっていう何か具体的なビジョンがありましたらお聞かせいただければと思います。これは私あの公約でもちょっと掲げた部分がありますけども例えばあの書かない窓口みたいなのがまさにそれに当たると思っています。今あの手続きするのは全部手書きで書類その場で書いてですね出さないといけないということで非常に時間がかかるというのはあります。これあの全部デジタル化できてしまうと全然書かなくてもいいし短時間で手続きが終わってしまうということで、そういう事業提案ができる企業というのはたくさんいらっしゃると思いますからそういうところがまず一つ考えられると思っています。ありがとうございます。他に案件に関しましてご質問はございませんか。それではないようですので案件以外についてご質問をお受けいたします。ご質問がございましたらお願いします。東日報下山です。よろしくお願いします。先ほどあの初議会を終えてあの所感を述べられていたかと思うんですけれどもあの改めてですね今回その初議会に臨んでみてご自身としてどれ、まあ、手応えというかご自己評価するとどれぐらいの手応えとして感じられてるのかというところとですねあとこれからまた1ヶ月後には議会が控えているんですけれども9月議会の方ではどういうふうな姿勢で臨みたいのかちょっとお聞かせいただければと思います。はい、まずあの昨日宮下知事がおっしゃったこととほぼ被ってしまうのであれなんですがあのまずあの無事にあの全議案ご承認いただけたということで、安堵しております。でまた今後またすぐ議会が ありますので、今回はとりあえずまず真っ先にやりたかったあの青森市仕事創造会議の補正予算を組むということを考えましたがここから先はまさに本当に宮下知事がおっしゃっている通り自分のオリジナリティを出していくとかそれから自分 の政策の提案なんかが多くなっていくと思いますので、それをしっかりとご説明をして、そして対応を重ねて、ご理解を賜っていきたいとそのように思っています。それこそあのこれからオリジナリティを出していきたいということではあったんですけれどもあの
それこそ今議会 の所信表明の中で浪岡フードバレーという単語も出てきたかと思うんですが、まあ、そういったものも提案されるような形になっていくんでしょうか。次の議会でということとなるとちょっとそこは分かりませんけども、どんどんそういうのをやっていきたいと思っておりますし、今内部でもどういうことができるかというのはいろいろ調べている最中ですので、それを一つ一つ今度は提案をしていくという形になると思います。ありがとうございます。はい、はい、他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それではないようですので、これで記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。